はい、どうも、星です。今回はですね、アンチコメは削除していますという話をします。で、アンチコメって何っていう人もいると思うんで、軽く説明しておくと、まあ、悪口コメントですよ。悪口コメントね。で、これなぜ削除しているのかっていう話なんですけど、なんか、星さん、それってなんか逃げじゃないですかみたいなね、悪口のコメントにもちゃんと向き合わないといけないんじゃないですかみたいなコメントも来るかもしれないんですけど、まあ、私が見て実際に嫌だっていうのもそれはもちろんありますよ。で、アンチコメント消したらさ、もう見えなくなるわけじゃないですか。まあ、とはいえ私は一回見てますから、もう消しても消さなくても一緒なんですよ。結局私一回見るのでね。で、そこは一緒なんですけど、そのアンチコメントを消している一番の理由はですね、それは視聴者さんのためなんですよね。で、私のメンタルハックチャンネルっていうのはもう皆さんご存知だと思うんですけど、基本的にその見てくださってる方っていうのは、まあ、心がなんとなく弱っているとか、まあ、メンタル疾患をなんか抱えているとか、でそういった中で、まあ、どうやったらこうもっと生きやすくなるんだろうっていうヒントを常に探している方に向けて動画を撮ってるんですね。なので私の動画についてはですね、そのコメント欄もコンテンツの一部なんですよ。で、コメント欄に書き込んでくださる皆さんのコメントもまたその参考になるわけじゃないですか。私の喋ってる内容だけじゃなくて、私の喋った内容を聞いて、で私はこうこうこうでこうですと、で今回の動画を見て聞いてこういうふうに思いましたみたいな風に書き込んでるのを見るのも、まあ、またこう勉強になるわけですよね。その勉強になるから皆さん多分見るんですよ、コメント欄。よくコメント欄見てますとか、ここのコメント欄見てなんかいろんな人がいるんだと思いましたとかって書き込みもあるので、多分私が想像しているよりも皆さんコメント欄見てると思うんですね。で、私ももちろんですね、いただいたコメントっていうのは全て目を通してます。ただなかなかね、ありがたいことに1日ね、多分100件以上はコメントが来てると思うんですよ。もう現段階でですね、100件以上来てるので、まあ、一つ一つにお返しするっていうのはですね、もう時間的にも精神的にエネルギー的にもね、ちょっと無理なので、すごく気になったコメントとか、なんかどうしてもこれは答えないといけないなってやつは答えてます。でも、その返信していないとかね、そのいいねつけてないコメントに関しても、基本的には全て目を通しているっていうふうな理解で全然間違ってないと思います。で、やっぱりそのさっきも言ったんですけど、コメント欄全部含めてのコンテンツなので、そのせっかくね、動画を見てなんかちょっと希望を持てたのに、そのコメント欄を見て急になんかわーって落ち込んじゃうってことだったら、それなんかちょっともったいないし、もう私もねちょっと嫌なんですよ。それは私自身にこう批判コメントが来ることに関してはですね、なんともないって言ったら嘘になりますけど、そこまでダメージはないです。昔に比べたらやっぱり精神的な状態も良くなってるっていうのももちろんそうですし、まあ、何よりその私メンタルハッカーなので、その自分のメンタルが常にハックしてる状態なので、まあ、何か言われてすごく嫌な気持ちになったとしても割と早い段階でこう復帰できるんですよね。なので私自身に来るコメントとかについては、まあ、嫌は嫌ですけど、そんなにこう尾を引くことはないんですよね。ただ私のコメント欄ですね、コメント欄の、まずこれはツイッターも一緒なんですけど、コメント欄にこう載っているものを見てね、傷ついてしまうっていう人がいるんじゃないかなって、そっちの心配をかなりしてます。そもそもアンチコメントって一概にこうアンチだとかアンチじゃないとかっていうのはなかなか言えないんですけど、私自身に対するアンチはね、まあまだいいんですよ。なんか例えば顔が気持ち悪いとかさ、眼鏡が合ってないとか、そういうコメントとかっていうのは、まあ正直迷います。残しとこうか残しておく前か結構迷うんですよ。まあ、中にはね、本当中にはですけど、私自身のことですね、私自身のことを好きだとかファンだって言ってくださる方もいるので、まあそういう方にとってはまあ嫌な情報なわけじゃないですか。でそれってノイズにしかならないので、だってね、みんな分かってるんですよ。別にだとそんなイケメンでもないし、なんかね、特別すごいことやってるわけでもないですから、なんか若造が偉そうなこと喋ってんなっていうコメントが来るとか、なんか顔が気持ち悪いとかね、そういうコメントが来るんじゃないかなっていうのは多分ファンの方もきっと分かってると思います。で、分かってるけど実際見たら嫌じゃないですか。私もその好きな、ね、歌手とか言いますけど、絶対言わないんですよ。その YouTube とかでも言わないし、 Twitter とかでも言ってないんですよ、自分の好きな歌手のことは。それなぜ言わないかっていうと、いや、その歌手ちょっとブサイクじゃないとか歌下手じゃないみたいなこと言われたら、多分本気で怒るので言わないんですよね。そこだけはちょっとメンタルハックできないので言わないんですよ。だからそういうね、私の容姿とかね、そういうことに関するコメントも消した方がいいのかなと思いつつも、まあ、でもそういうの消すとちょっとね、ナルシストっぽいからなとか、まあいろいろ考えるわけですけど、ただその私が絶対にこれは消すっていうのを決めてるコメントがあるんですよ。それは例えばうつ病は甘えだよねとか、気合で治せよとかね、なんかそういったこう精神疾患に理解のないコメントですね、そういったコメントはもう確実に削除します。それはもう間違いなく削除しますね。まあ、私もしかしたら見逃しているものもあるかもしれないんですけど、基本的にはそういうコメントを見たらすぐに削除するようにしてます。で、そういう人が一定数存在するってのはまあ別にいいんですよ。勝手にそう考えてればいいじゃんっていうタッチの人間ではあるんですけど、ただやっぱりそのコメント欄を見る人ですね、コメント欄を見る人が、あ、やっぱりうつ病って甘えなのかなっていうふうに思っちゃうのは、
ノイズでしかないですね。治療する上でノイズでしかないし、私のコンテンツも楽しめなくなってしまうっていう事情がね、きっとあると思うので、そのコメント自体をですね残しておくことが有益なのか害なのかっていうことを常に考えてます。だから私の容姿に関するディスりとか内容についてのディスりとかですか、その辺に関しては、そういう考え方もあるよねって思う人の方が多いかなと思ったら残します。でもそのコメントを見て傷つく人の方が多いんじゃないかなって思ったら消しますっていう考え方ですね。なので、その私自身に対する批判についてとかアンチコメントについては結構ね判断が難しいところなんですよ。消すかどうか結構考えてるところは結構ありますね。ただその精神疾患は存在しないとか、精神科の薬は悪だから飲まない方がいいとかね、あとなんかうつ病のやつを甘えてるだけだとか、そういったコメントはもう害でしかないし、いちいち説明するまでもないぐらい間違った情報なので、それはね消すんですよ。消した方が価値があるので、むしろね。で、別にそういう考えがあってもいいとは思いますよ。別にその人の自由ですからね。でもそれは別に私のコメント欄に書き込む必要ないじゃないですか。自分で YouTube チャンネルがなんか作って発信すればいいんですよ。そういう人が、そういう発言が好きな人もいるので、それはそっちでね自由にやってくださいって感じです。で、中にはですね、本当にこれはアンチコメントする方に気をつけていただきたいのが、ちょっと日常生活でイライラしてるとか、私のなんか発言にイラッとしたとかでね、いろいろ理由はあると思うんですけど、時々その脅迫めいた発言をされる方がいるんですよ。とてもちょっと口では言い表せないような、少し恐怖を感じるようなね、脅迫的な言葉を使う方っていうのもいらっしゃいます。それはですね、気をつけないといけないのが、私はね今のところ放置してますけど、人によってはその裁判を起こすっていうパターンも全然考えられるんですよ。脅迫罪とか名誉毀損に当たるっていう感じでね、普通に生活してたらなんかホッシーさんから内容証明が届いたんだけどみたいなね、そういう結末になりうることもね全然あるわけですよ。で、それはもし例えば今お勤めのね会社とか、なんかコミュニティとかでね、この人脅迫を行ったんだと、でなんか裁判沙汰になっちゃったんだってなると、その、社会的な信用は、一気に失われてしまうんですよね。で、私含めってなんですけど、そういう嫌いな YouTuber とかに対してアンチコメントをすることでね人生が崩壊するって、そんなクソみたいな話あるっていう、ね、感じがするので、本当にそれ無駄でしかないので、それは本当にやめた方がいいと思いますね。これはもう綺麗事なしにね、やめた方がいいと思います。で、基本的に YouTube というのはですね、 Twitter と違って人のコメントとかを削除することができるんですね。今更ですけど削除することができるんですよ。で、今後このユーザーをチャンネルに表示しないとかね、そういった機能もあるので、もしかしたら私が見えてなく、もう私の動画を楽しみにしてくださってる方も見えてないんだけど、一人でずっとアンチコメントをしてる方っていうのはもしかしたらいるかもしれないんですよ。で、それってめちゃくちゃダサいし不毛なので、一応ここでちょっとかわいそうだからお伝えしておこうかなと思います。その他のね、私以外の動画のチャンネルにもアンチコメントとか多分してると思うんですけど、そういう方っていうのはもしかしたら自分にしか見えてないって可能性もあるので、これ超時間の無駄じゃないですか。なんか無人島でずっと叫んでるみたいな感じなので、そこはね本当に YouTube の機能として見えないようにするっていうのがあるので、ちょっと気をつけた方がいいかなと思いますね。はい。で、 Twitter とかもね、なんかゆくゆくはね、ツイートした投稿主がこのリプライを表示するとか、このリプライを表示しないみたいな機能も出すっていう話も出てます。で、私はその YouTube の今の方針をおそらく Twitter にも適用することになるので、本当に今アンチコメント的な活動されてる方はですね、自分のアカウントを作ってですね発信するとかにした方が、まだいいんじゃないかなというふうに思いますね。あんまり建設的ではないので、無駄な時間を過ごさないようにしていただきたいなというふうに思います。で、私の動画を普段からね楽しみにしてくださってる方は、できるだけそのコメント欄っていうのはね健全な環境を保つようにするので、これからもお楽しみいただければ嬉しいなというふうに思います。で、中にはですね、その私なんかがコメントしていいのかなって思う方もいると思うんですけど、コメントをしちゃいけない人っていうのはいないんですね。で、ここまでお話ししといて、アンチコメントは削除しますって言ってますけど、アンチコメントは別にしていいんですよ。ただ私が削除するよって言ってるだけなので、だからコメントをしちゃいけない人っていうのは存在しないので、バンバン本当に何でもいいのでコメントしていただければいいなというふうに思います。で、ホッシーさんのことは応援してるけど、そのコメントする勇気がありませんっていう方はですね、本当に何でもいいのでコメントしてください。で、これなぜかっていうとですね、コメントがとか高評価がすごくね応援になるんですよ。で、ちょっと汚い話というかね、その完全な私の欲望の話をするとですよ、再生数とかいいね数とかね、コメント数っていうのはやはり多ければ多いほどですね YouTube さんに評価されるので、
私の活動を応援してくださる方はですね、ぜひ、チャンネル登録はもちろんなんですけど、高評価とね、コメントの方もお待ちしていますっていう感じなんですよ。なので、私なんかがコメントしていいのかなっていう方はですね、大丈夫です。ぜひコメントをくださいっていう感じで締めたいと思います。というわけで今回はですね、そのアンチコメントっていうのはね、定期的に削除してますよっていう動画になりました。今回はこんな感じでありがとうございました。